どうも、うずです。本日はちょっとね、久しぶりにサーフェスの話をしたいと思います。で、サーフェスブックの話になるんですけど、もう発売してね、そこそこ経つんですけど、なぜ今更サーフェスブックの話なのかというと、ちょっとした資料がありまして、まあここにちょっと映り込んでるかな。サーフェスブックに関してのそのおすすめトーク的なものがあるので、それを少しねここでお話したいと思います。で、私も一応ね一通り触ってはきたんですけど、サーフェス、サーフェスプロ、サーフェスブック、まあ、所持はしてないんですけどね。ただその中でよく思われるのが、サーフェスプロとサーフェスブックシリーズの何が違うのかってまず思う方多いと思うんです。で、現行機種のサーフェスプロ4とサーフェスブック、何が違うのかって簡単に言ってしまうと、画面の解像度、基本性能、キーボード、そして外観、すべてがワンランク上の商品って位置づけがサーフェスブックになってます。で、もともとはサーフェスプロ4はキーボードも別売、薄いね、カバーキーボードってなってるやつが別売なんですけど、サーフェスブックは最初からキーボード一体型、まあ、一体型というか一緒に販売という形を取られています。この辺でもうね、使い方のコンセプトが違ってきます。で、サーフェスブックは絶対こういった方が使った方がいいよっていうことでもないんですが、向いてるという意味ですと、だいたいやっぱり写真よく撮られる方、フォトグラファーの方とか、イラストを描くイラストレーター、あとは CAD を使って、設計 3D なんか設計とかねされる方などには有効だと思います。理由としてはハイパフォーマンスで、ノートパソコンという考え方にできるからです。じゃあ実際にフォトグラファーの方は何が有効なのかっていうところをちょっと5点挙げたいと思います。一つは表現力、写真をイメージ通りに作れる。で、これは画面が 13.5 インチ、結構ゆとりのあるサイズに対して、解像度のが 3000×2000、267ppi の解像度がありますから、すごく高精細に写真が写って、チェックなどもしやすいです。そしてこの画面の比率が3対2だったかな、写真と同じね比率なんですよ。それなので写真家の方とか加工される方は非常に操作がしやすいんじゃないかなっていうのがあります。で、もちろんサーフェスペンも使えますので、レタッチとか、あとは切り抜き加工とかかな、そういったものもすごくやりやすいです。あとは本来写真なんかを撮ってね、こう自宅とか事務所に帰って大きいパソコンとかでね編集するっていう流れが多いと思うんですけど、サーフェスブックでしたらそのまま外出先で、バッテリーもねキーボードとセットで使うと12時間持つというふうにカタログ上言われてますので、そのノートパソコン1個、サーフェスブック1個で、外でスタジオを持てるっていう考え方ですね。まあ、簡易的なものにはなりますが、で、その場でレタッチもできちゃうっていう。で、なおかつサーフェスブック、まあ、サーフェスプロもそうだったんですけど、本体がねマグネシウム合金でできていてすごく頑丈ですので、ちょっとね、まあ、ラフな使い方あんまりしたくはないと思うんですけど、ある程度安心して使えるかなっていうのがあります、画質先でも。で、編集力というところで、ここは大きな違いがサーフェスプロシリーズとあるんですが、サーフェスブックはキーボードに SD カードのスロットを搭載してます。それなので写真を撮ってすぐその場で SD カードで差し込んで、画像をねコピーして編集ができちゃいます。で、その SD カードのスロットも UHS-II 規格に対応してますから、高速転送が可能です。で、写真のプレビューでね、いろんな人に見せたいって時は、サーフェスブックの本体ディスプレイ部分を外して、で、反対側にして差し込むっていうやり方もできるので、これをすることによって、キーボードを使いながら、しかもバッテリーを長持ちさせながら、いろんな作業ができるっていう利点もあります。これをキャンバスモードっていうみたいです。で、今ちょっと言っちゃったんですけど、サーフェスブックもサーフェスプロシリーズと同じようにこう外れる 2-in-1 形式の本体になってますので、もしキーボードが邪魔っていう時にはディスプレイだけでの操作とか、あとは使用っていうのも可能です。ただバッテリーがね極端に減ってしまうので、確かね3時間ぐらいだったかな、書いてあった時間が。それなのでキーボードセットだったらバッテリー長持ちなんですが、外してしまうと、かなりバッテリー、少なくなってしまうっていうのはちょっと頭入れといてください。で、拡張性という面では、これはサーフェスシリーズ、まあ、らしく、拡張のドックとか、あとは外部ディスプレイに出力できるようなアダプターなどもありますので、もし自宅とか帰ってそのままパワフルな状況でディスプレイに移していろんな編集とか作業ができるというところも魅力です。これはでもサーフェスシリーズはみんな持ってるよね。ただサーフェスドックに接続してる間は、サーフェスブック自体も充電がされていますので、自宅とかに戻られたらね、サーフェスドックを常に利用する癖があるとバッテリーが常にフルの状態で外に持ち出しができるんじゃないかなっていう、まあ、私的な意見ですけどあります。あとは続けてイラストレーターの方、まあ、イラストレーターの方はさっきのフォトグラファーの方と被るんですけど、やっぱりサーフェスペンがあることによって、ディスプレイに直接ねイラストを描いたりとか、
まあ、ラフスケッチを作ったりとか、そのままできてしまいますので、この辺はかなり利点は高いと思います。私も何かね、外でメモとかがあるとイラスト帳に起こしてちょっと記憶することもあるんですけど、そういう使い方もできますし、で筆圧感度も1024段階、かなり段階強いので、リアルな絵とかね描きたいとかそう思っててもかなり使いやすいと思います。まあでもここのね描き心地はね、サーフェスプロ4が出た時点でかなり完成度が高かったので、特別ねこれがいいっていうわけじゃないかもしれないんですけど、あとはイラストを描く端末として本当に使えるのかっていうところがあるかもしれませんが、これに関してはサーフェスペンの消しゴム機能の対応をしていたりとか、あとはマイクロソフト主催のイベントでプロの漫画家がサーフェスブックを使って、クリップスタディオっていう有名というかメジャーなね、イラストを描けるソフトがあるんですけど、セルシスのあれを使って、イラストを描いて十分使えるレベルだと評価したそうです。で、Adobe のグラフィックソフトもこの Surface Book に最適化したプログラムを持っているそうなので、Adobe の製品を使う方も安心して使ってくださいっていうのも、Microsoft の公式のカタログというかそういうもので書かれております。で、あとは CAD を使われる方、デザイン業務などで CAD を使う方も多いと思うんですが、そしたらパワフルなパソコンが必要かなっていうことで、よくお店にね相談しに行ったりすると思います。大きなデスクトップパソコンが必要だと感じていたり、ノートパソコンじゃなって思ってる方もいるかもしれませんが、この Surface Book は問題ないそうです。Surface Book は 3D CAD の利用に不可欠な高性能、高度な 3D 処理に対応する外部グラフィックスなど、 CAD や CG モデリング関連のアプリケーションを利用する CAD エンジニアが求めるスペックの数々を約 1.5kg の軽量ボディに凝縮してますと言ってますので安心して使ってくださいということらしいです。これ私責任持ちません。で、あとね、特徴で書かれてるんですけど、高速 SSD を搭載してますから、CAD の、ね、アプリケーションの起動もストレスなく行えますというところで、この辺は作業が逆に早くなるんじゃないかしらっていう、そういうところもあります。今までね、ハードディスクのパソコンでプレイじゃないCAD をね使ってた方で、キーボードを取り外してクリップボードモードっていうのにしてもらうと、プレゼンテーションなどもしやすいということで、キーボードとねヒンジを外して、先ほども言ったようなこう反対側にディスプレイをつけるようなモードにしていただくと、多分プレゼンテーションもしやすいんじゃないかなと思います。まあそのまま閉じてね、平机に平置きにしてもいいと思うんですけど。で、あといいこと書いてあった、 CAD はどれぐらい動作するっていう質問があって、それに対してはモバイルワークステーションでの動作環境と同等とお考えくださいと、かなり自信ありますね。ただし NVIDIA のクワドログラフィックスを必須条件とするような CAD ソフトは CAD 専用のワークステーションでのご利用をお勧めしますということです。グラフィックカードだね、高い映像編集とか CAD ソフトに特化されたクワドロっていう、まあ、カズさん使ってたかな、グラフィックカードを使うようなソフトウェアだったら、それはその専門の方にお任せくださいということになってます。で、 Surface Book はキーボードが特に特徴あるんですけれども、ここに関して Surface Book は現状モデルが5種類出てます。 Core i シリーズのタイプが2種類、 Core i7 が3種類で、この中で1個気をつけなきゃいけないのが Core i5 の一番下のモデルですね。8GB メモリの 128GB のストレージのタイプはキーボード側に GPU を搭載してないので、グラフィック性能の向上っていう意味ではちょっと中途半端になりますので、まあ、できればせっかくサービスブックを買われるなら、キーボードに GPU が入っているモデル、上位4機種をおすすめします。まあ、お値段が高いからね、簡単に選べないとは思うんですけど、もしさっき言ったようなフォトグラファー、イラストレーター、まあ、あとはビジネスでよく使われる方、 CAD ソフトを使われる方、まあ、あと私ね、動画編集するような人だったら、やっぱり Surface Book GPU 搭載モデル、キーボードにね、はすごくおすすめになると思いますので、まあ高いんですけど、まあ仕事と考えるか、まあ割り切って買うと、まあいいんじゃないでしょうか。ということで本日は Surface Book の話を改めてさせていただきました。もう発売して落ち着いた状態になってますので、迷ってた方は全然手を出していい時期に入ったんではないでしょうか。で、今回はがっつり Microsoft の製品のおすすめをすごくしてしまいましたが、私全くマイクロソフトとは関係ございませんこのような、お話もちょこちょこやっている渦のチャンネルなんですけれども、もし動画の方気に入っていただけたら高評価で、今後ももし見ていただけるようならチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた別の動画で、バイバイ。